どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。3分リズムトレーニングプログラム、今回のテーマリズムはこちら、16ビートのアルペジオです。これはね、力入れてるとちょっと難しいんで、ゆったり気分でやっていきましょう。テンポは100で、3分いきます。 C を押さえてください。よく聞いて、ワン、ツー、ゴー。力入れないでください。ガチャガチャなっちゃダメですからね。これは優しく、味わってください。 Em7、簡単ではないですから。3分間継続するのは、結構皆さん大変だと思います。指が疲れるでしょ。力を入れていたらちょっとこのしなやかでずっとキープするの難しいんで、結構力は緩めてくださいね。で、力入ってるともう、あと痛くなっちゃうかもしれないんで、ね、あんまり無理しないで、柔らかく体をこう揺らしながら、ガチャガチャなっちゃうとこのリズムも台無しなんで、流れるようにやるのがいいと思います。さあ、この3分間ガズレレリズムトレーニングプログラムの詳しい解説、やり方とかね、コツをですね、ホームページにまとめてますんで、概要欄にね URL 貼っときますんで、そこを見てね、他のリズムもいっぱい上がってますから、1日3分、ちょっとした隙間時間にリズムトレーニングして、徐々にですね、知らないうちにね、リズム感が上がってるわってなると思います。間違いないですから、はい、楽しみながらリズムレッスンやっていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。